とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、タワーやっていきたいと思います。タワーね、シーズン12残り4時間23分となっております。まあ、急いでね、20周回っていきたいと思います。このね、ラストスパートがかなり出やすいと思うので、頑張っていきましょう。では行くぞ。1回目、ポーションバリアついてるね。ポーションバリアはついてる。まあいいんじゃないですか。はい、まあただそれだけだけど。2回目、惜しい感じかな。惜しい感じですね。でもシアラ側は使わないね。序盤全然よろしくない。3回目、ちょっとね、時間がないから焦ってるのよね。意外と焦ってます。20回終わるだろう。まあまあ終わるとは思うけどね。なんか急にね、アップデートみたいなのが来てできなくなることもあるのよね。はいはいはい、次いきます。お願い。おお、締め具が来たぞ。珍しいね。久しぶりに締め具見た。どう？いや、いらんね。いらんね。旋風衝撃波。まあ、未だに使えるよ。使えるんだけども、旋風が2段だよね。で、右左のやつがよろしくない。輝きは1個でいいんだ。はい。次行こう。どうでしょうか。お、いいもの出るね。今日いいもの出るよ。勇者。俺ほんとね、勇者と英雄が欲しいんだ。頼む。ダメか。ダメか。ヘルスシナジーとタンブルビーぐらいだね、ついてるのは。クールダウン、ポーションバリアがないと意味がありません。次は何が来た？よくないな。エンチャントがよくないな。あ、ちょっと待って。あ、いや、これも、いまいちですね。真ん中が惜しいところ。惜しい。惜しい。いいよいいよ。愛のスペルは欲しいし、まあ、心を奪うものも2ついいのあるけど、もうちょっといいのも欲しい。痛みつきが欲しいんだよね。愛のスペルはダメだね。何にもついてない。こっちは重力。爆発。虚無リフレッシュ。普通だな。普通だな。で、爆発は、これはあんまり良くないかな。爆発のところに、痛みがついてたら、採用だったね。はい。次行きましょう。どうでしょうか。骨がいるね。骨コンボがいるよ。あ、でも、スプラウトも、クールダウンついてるね。いいよ。骨。クリティカルさん。爆発。下が良くないな。輝きが3つもついてる。これはいらないよ。こっちはもちろんいらないか。どうだ。これはまあ、良くないわな。輝くハープよりも、やっぱり普通のハープの方がいいので、次行こう。これが、10回目ですね。うまいこと。アップデートみたいなのは来ずに何とかやれております。ダメ。普通の怒りはいらない。虚無の呼び声。ロールチャージのみ。今回良くない。折り返し行きましょう。折り返しでは出てよ。来い。クリティカル1か。で、こっちもね、チルゲイルの方なんだよな。まあまあ、エンちゃんも別によろしくないし、いいか。お願いします。虚無2か。虚無2ですね。で、この他の弓はいりません。うわ、今回やばいよ。ここでいいのが、来て、谷の小玉。谷の小玉。バーストボーストリングだけか。なんかバーストボーストリングのね、あのマークを見るとちょっとテンション上がるよね。次はどうだ。
まあ良くない。クールダウンショットのみ。よろしくない。そろそろなんか来て。今回一個も見せ場がないような気がするんだけど、全く出ない。いや全く出ないよ。どうした？もう少しで終わりですね。機械化装ブレード。重力、リフレッシュ、ダイナモ怒り、痛み。その4つで大当たり。痛み、重力。あ、重力とリフレッシュが一緒にあるな。ダイナモもついてない。まあ、4つ一緒に狙うってなると難しいけどね。次は、お、いいんじゃない？まあ、とりあえず、ここはクールダウンショットのみ。で、誕生終焉。どう？旋風が黄金についてる。旋風つくとダメなんだ。旋風衝撃波がつくとね、リフレッシュが発動しなくなって良くないんだよね。ダメ。こっちは、うん、クールダウンポーションバリアなし。ラスト3回ですね。残り3回ですね。で、ここで255が出ました。リフレッシュがついてない。ロールチャージのみ。今回本当に何も来ない。あと2回です。あと2回です。クールダウンはあるけど他がない。こっちには何もついてない。こっちもダメ。ラス1行きましょう。シーズン12ラストです。ラスト。まあここでフルメタルが来たね。フルメタルは欲しい装備の一つです。まあ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 、潰しがね、こう来ましたよね。どダメだ、ダメだ。無謀はついてるよ。無謀はついてるんだ。黄金は何？ダメだな。はい、ということで、タワーシーズン12、今日でおしまいですね。はい、13はどんな風になるんでしょうか。まあ12途中でね、2つかいいのが出てるんで、まあよしとしましょう。13ではまた狙っていきます。おかしいな、ラストスパートで結構出るもんなんだけどな。出なかったということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。